はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。キョン様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。10月1日外国人実習制度廃止戦でも、実習制度じゃないですね、実習制度ですね、チラシ作成いたしました。まだ公開できないんでチラ見せです。これ警視庁で正式な手続き19日に行わないと公表者、告知者ダメーって怒られてるんで、まあチラ見せです。不特定多数に当たらないメール党員の皆様には後ほどメールで送らせていただきます。まあこれデモの風景の画像が NHK デモになってるのはご愛嬌他になかった。不法滞在許さないぞ、偽装難民許さないぞ、外国人実習制度廃止デモ、毎年数千人の実習生が失踪、実習制度が不法滞在を増やす、不法滞在は累計24万人、これ知らない人多いんじゃねえかな。あと数千人、4000人、5000人、6000人って失踪してんの知らない人多いんじゃないのかな。不法滞在者による犯罪が増加している。各地で桃盗んだり、梨盗んだりしてますよね。などの理由から外国人実習制度廃止を求めますと。最初は不法滞在許さないぞってデモにしようと思ったんですけども、それだとあまりにも漠然としてて、誰に言ってんだかもわかんないし、これだとね、政府に対して言っている、制度をやめろ、これ自民党、公明党、あと政府ですか。なんか岸田総理の弟さんさ、インドネシアの実習生受け入れる、つうか窓口っていうか、あっせんする会社やってんだってね、完璧利権化してますよね。ということで、やります。集合場所はですね、東池袋中央公園っつって、巣鴨プリズンあったとこです。サンシャイン60に隣接しております。東池袋駅、池袋駅、どっからも遠いんだよね大塚駅の真ん中ぐらいなんですけど、どっからも遠いっつ。皆様よろしくご参集ください。海江亀林、外務大臣から外されて無役になったって。日本を代表してですね、各国を回るにしては顔がキモすぎですもんね。あとは就任当時からいきなりハニトラ大好きっつって叩かれてたしね。なんか半年の間に10回も中国行って、なんか元気をもらってきたんだか、変なもん抜いてきたんだかわかんないですけれども、後任の外務大臣は岸田派の川上、上上、なんて読むんだろう、川上か、あ、違う違う、上川、上川、わかんない、どっちかな。陽子元法務大臣、麻原彰晃をしれっと死刑台に送った人であります。岸田も長らく外務大臣やって総理になりましたけれども、上川さん、上川さんもいずれ総理狙うんでしょうかね。現在70歳っつう年齢がネックかもしれないですけど、バイデンがね、80歳で次も出るって言ってるそうですから、まあそんなにいいのかな。総理を狙うにはウミガメじゃダメだ、見切りつけたかもしれないですね。岸田派からまた総理出したいけど、ウミガメじゃダメだキモくて評判悪いっつって見切りつけたかもしれないですね。絶対落選しないっつうスキルを持っている小渕優子、選対委員長に就任。記者会見でドリルと聞かれ泣かれてしまい、就任後泣き陳謝の最速記録を樹立したそうであります。就任記者会見でいきなり泣いて謝ってるっていうですね。しかも9年前の出来事で、世論です。いきなり謝罪から入る人事、一生ドリルって言われる人生ってなんで今泣くんだ、そっから嘘くせ。証拠はドリルで消えたから何も問題はない、これ皮肉ですね。ドリル、みそぎは済んだ。ドリルはインパクトありすぎて誰も忘れてくんないだろう。泣いて詫びてもドリルは消えない任期中はずっとドリル言われると思うけど、次の選挙はドリルの力で戦います。まあね、地元の方がドリルを許して
投票して当選してんだから、みそぎは済んでるっちゃ済んでんですけど、まあドリルはちょっとインパクトありすぎて誰も忘れてくんないも事実ですよね。聞いた方が退職してるんでバラしますけど、警視庁のハードディスク復元はですね、外注に頼ってんだって。腕のいい職員さんが、技術者さんがいる会社が虎ノ門にあって、虎ノ門にお願いしてんだそうですけども、お金と時間かければですね、その当時はデータ復旧大概可能だっつってました。今はわかんないですけれども、当時それ聞いてね、守秘義務とか大丈夫なんか。中にはトラウマ級のグロ画像とかも見ちゃったりするんだろうな、思いましたけれども、なんかすすきののあの首切り事件、一部始終を録画してたんだってね。あんなの 見なくちゃいけない刑事さんも嫌になっちゃうよね。夜中ふっと思い出したりなんかして嫌になっちゃうよね。2014年の収支がダメで、家宅捜索前に秘書だか事務員だかがパソコンのハードディスクはですね、ドリルで復旧不可能に破壊した、穴開けたっていう事件なんですけれども、こんだけね、デジタルスキルっていうか、デジタルリテラシーがあんだったら、こんなもん、消去しても復元されてしまうっていうことが分かってるぐらいだったら、デジタル担当大臣とかよかったんじゃねえのかなー。USB って何ですかって、聞いたおっちゃんなんかよりも、ずっとね、デジタルに関して、リテラシーがあんなって思いますけれども、重要データ破壊に使われるっていう栄冠に輝いたのはですね、この時使われたのはですね、マキタのドリル。事件後なぜか、マキタの株価が上がっちゃったっていうですね、ドリルといえばマキタだよね。今ならレンジでチンが手軽でおすすめであります。金属チンすっと火花散りますけどね、そんならドリル有効じゃなくて、レンジ有効とか、オブチレンジとかになってたのにね。オブチレンジってなんかオレンジレンジみたいですね。2017年の安倍政権が野党が求める臨時国会召集を無視したのは憲法53条違反と、小西博之ら6名の野党議員が訴えていた裁判の最高裁判決が出ました。違います。違憲だ。違います。原告敗訴。昨日の判決です。ずいぶん時間かかったね。2017年のあれだっちから6年かかんのか。最高裁まで行くと大変やな。ずずしいことに損害賠償として金も要求してたみたいなんですよ。この6人がびっくりしちゃうよね。ずずしいったらあれしね。世論です。小西また負けたんか。天国で笑うてはるわ。また安倍ちゃんの正しさが証明されてしまったな。じゃあ憲法改正だとはならないのな。訴えたバカの名前脅しろよ。憲法学者の小西先生がまさか負けるなんて。これも皮肉ですね。立憲はリベラルでなく気違い。亡くなった後も安倍総理に負け続けるバカさ役。気に入らないことがあると何の根拠もなく違憲って訴えて負けるまでがパヨシングサといったところでしょうか。天国の安倍さんも笑ってるわね。小西は天国に行けないけどね。ずずしいことに一人1万円の、損害賠償請求もしてたんだって。最高裁、内閣は個々の議員に責任を負わないっつって請求却下。ああ、まあ当たり前ですよね。憲法学者の小西先生がなぜそんなこともわからないのかな。それとも憲法学者っていうのは詐称なんですかね。憲法に関してなんか論文でも書いて、それが認められないと学者って言えないんじゃないかな。ねじ曲がった脳みそで、ねじ曲がった解釈された憲法もどきが小西の頭の中にあるんでしょうか。だから自分の気に入らないことは何でも憲法違反に見えてしまうっていうですね。小西は笑いを提供する立憲のスターですね。それに免じて次は落選しろ。もしくは風邪ひけ。って思いますけれども、リベラルっていうか、むしろキチガイ立憲のスター、もう一方のスター岡田幹事長。一部議員がですね、汚染水ガーって嘘ついて風評加害してることについて、役付きはダメだけどゴミ議員はいいよ、執行部がゴミと認めた議員の嘘は容認すると発言いたしました。世論です。つまり汚染水と言ってるやつは党としてどうでもいいゴミ。政治家が嘘言ったらダメなのでは。本当だよね。汚染水がっていうのが嘘だもんね。立憲は処理水について党の見解を公表していない。党内不一致の烏合の衆。汚染源は立憲と共産とゴミメディア。ほんま学級崩壊しとるな。
岡田、自分が何言ってるか分かってないんだろ。つまり立憲は嘘による風評加害を是とするわけだな。泉は頑張って福島のものを食ってたのにな。自民があのゴミ議員は嘘ついても嫌って言ったら大変ですよね。連日あのワイドショーで叩かれて特番組まれてね。立憲は政府と、なぜなら民放労連と、NHK 労働組合は立憲支持を公表しているからです。何を言っても何をやっても安心安全です。テレビで叩かれることはありません、けれどもネットではえらく叩かれます、つまりネット見てない人は未だに立憲信じて、いるんだろうな。岡田ね、自分で何言ってるか分かってないんでしょうね、これね。ゴミ品はいいや、嘘ついても。なんかね、自由闊達な意見を言うのが阻害されっから、いいや、何言ってもって言ったらしいんですけど、自由闊達に嘘つかれちゃたまんねえよね。嘘で風評加害してんだから、さすがね、岡田克也、父親にですね、あれに商売は無理だって見放されて、立候補させたら、ぐらい投げ捨てられた逸材ですね。最近蓮舫さん目立たないですね。この人とか辻元だと変なこと言ってもキャラなんだは知んないけど、いまいち笑えないんですよね。立憲芸人としては小西より、落ちますね。岡田もクスって笑える部分はあるんですけど、キャラなんすかね。蓮舫辻元だと笑えない。憎たらしい、ムカつくだけでなんていうことで、というわけで10月1日外国人実習制度廃止税もやりますんで、皆様よろしく予定開けといてください。予定開けといてください。来てください。お願いします。デトックスジャパン。